初代ハリファックス伯爵、エドワード・フレデリック・リンド・リーウッドは、イギリスの政治家、貴族。戦前の保守党政権下で、閣僚職を歴任した。1926年から1931年に、かけては、インド総督を務め、高まる、繁栄運動に対して、弾圧という和を使い分けるアメとムチのインド統治を行った。 1938年から1940年に、かけては、チェンバレン内閣の外務大臣を務め、同内閣の対独優和外交を主導した。第二次世界大戦中には在アメリカ大使を務めた。第二代ハリファックス死者クチャールズウッドとその妻、アグネスの間の4、男として、レボンのパウデーラム城に生まれる。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチを卒業。 1906年に、オックスフォード大学オールソールズカレッジのフェローとなった。1910年から1925年にかけて、リポン選挙区から選出されて保守党の庶民議員議員を務める。1915年から1917年まで、上所有ヨークシャー竜気兵連隊の中佐として第一次、世界大戦に従軍。ついで1917年から1918年まで、 平役大臣の副秘書官を務めた。1921年から1922年に、かけては植民地省政務次官。1922年から1924年に、かけては教育委員会委員長。1924年から1925年に、かけては農林水産大臣を務めた。1925年12月22日に、アーウィン男尺に除される。 1926年4月のインド総督就任時にアメリカのタイム氏の表紙を飾ったアーウィン卿。農林水産大臣在職中の1926年4月に国王ジョージ五世の引き立てでインド総督に任命された。アーウィン卿はインドの繁栄運動に対して弾圧という和を巧みに使い分ける統治を目指した。1927年には1919 19年。 インド統治法施行のための調査を行うサイモン委員会を設置したが、同委員会にはインド人が一人も入れられなかったため、インド各派が憤慨した。インド国民会議はサイモン委員会の訪問先で抗議デモを行い、それを取り締まる関係との争いが各地で暴動に発展した。アーウィン卿は、こうした抵抗運動への融和政策として、 1929年10月31日にインドを大英帝国自治療とすることが最終目標であることを宣言し、またサイモン委員会の報告書の発表後にイギリス当局とインド各派代表による円卓会議を開くことを約束した。しかしサイモン委員会の報告書はインドナショナリズムを失望させるものだった。中央政府における責任内閣制の樹立は 半王国が連邦に参加するまで延期としていた。実ッは州レベルに止まるものでインド各派をかえって封害させた。そのためインド国民会議はインド完全独立を目指して円卓会議には参加しないことを宣言した。ガンジーも1930年3月からインド貧民に過酷な税を課している円税への抵抗運動、潮の更新を開始し、円税違反を始めた。 この状況を危険視したアーウィン卿は大弾圧を決意し5月にガンジーをはじめとする6万人以上の政治犯を大量投獄し弾圧放棄を次々と制定したその一方でアーウィン卿は怪獣も図り同年7月のインド立法議会での演説において自治料化を目指す方針は現在も同じであることを強調したさらに不信を極めている イギリス面製品のインドでの販路を復活させるべく、ガンジーに不服従運動やイギリス製品、ボイコット運動を止めさせるため、彼を陰見することを決意した。1931年1月に、ガンジーを釈放し、翌2月から4週間にわたって8回も彼を陰見した。この会談で、アーウィン卿はガンジーから情報を引き出すことに成功し、不服従運動やボイコット運動の中止、また、 大英帝国からの完全独立という議題は現実性のないものとして円卓会議で取り上げないことを認めさせた。その代わりにアーウィン卿は政治犯を釈放すること、また円卓会議にインド国民会議派の代表者も出席させることを約束した。ガンジーが求めた警察の過剰な取り締まりの公の調査については本国の了解を得られないであろうとして退け、 最終的にはガンジーも、全体的にアーウィン教はガンジーからかなりの情報を引き出すことに成功したと言える。保守党党首スタンリー・ボールドウィンもアーウィン教のアメとムチのインド統治を高く評価した。だが、インドの徹底的な強圧支配を希望する帝国主義者ウィンストン・チャーチルは、ガンジーがハンダ姿でイギリス国王権にインド皇帝のナシロである総督と対等に交渉している。 このような光景は、インドの不安定と白人の危機を招く、ガンジーは、強心的宅発、私はガンジーに情報をすることに反対する。アーウィン卿、ガンジー会談や、その協定に反対すると批判した。チャーチルはこの後、インドを自治、独立反対運動の中心人物となっていく。1931年4月に任期を終えて、総督職を退任した。円卓会議は、 アーウィン教退任後の1931年9月にロンドンで開催され、ガンジーも出席したが、12月に決裂という結果に終わっている。そのため1932年から第2次不服従運動が勃発し、これに対してアーウィン教の公認の総督ウィリングドン教は徹底弾圧を行うことになる。アーウィン教以降のインド総督は弾圧一辺倒の総督が続くため、 アーウィン卿は最後の交際を放った総督との評価も受けている。1937年10月、報読中のハリファックス卿とヘルマン・エーリング。インドからの帰国後には、領地での生活が多くなったが、1932年には週2日のハンティング日を条件に教育委員会委員長に再任した。1933年にはオックスフォード大学学長となり、 1959年に死去するまで勤めた。1934年1月9日に死去した父から第3代ハリファックス死者区位を継承した。1935年には陸軍大臣、1935年から1937年にかけては王子少書と貴族院院内総務、1937年には数密院議長を務めた。 スーミツイン議長時代の1937年には、ドイツの政権を掌握する国家社会主義ドイツ、労働者等のナンバーにヘルマンゲーリングの招待を、受けてミドルハウンズ首領協会会長として、国際首領展覧会に出席するため報読した。ハリファックス協はこれを機に、ナチ党党首で首相のアドルフ・ヒトラーとも会見する、つもりであり、 対独融和政策を推し進めていた首相チェンバレンもハリファックス教の意思を歓迎した。1937年11月19日にヒトラーと会見したハリファックス教はソ連共産主義のドイツへの侵入を防いでいるヒトラーの傍挙の役割を高く評価し、イギリス国内でドイツの悪口を言っている者は労働党など一部勢力に過ぎず、その者たちは ドイツの状況がよくわかっていないと述べた。一方で、ハリファックス卿は、オーストリアやチェコスロバキアの地位変更に関わる問題は、混乱を引き起こさない平和的進展で行われることを希望するとも述べた。これに対してヒトラーは、チェコスロバキアやオーストリアの問題について、合理的態度で解決に当たると約束した。帰国後、ハリファックス卿は、閣議で、 英独友好に自信を示した。ハリファックス教の似顔絵ドイツのオーストリア併合が迫る中、チェンバレン首相はイタリアに接近してドイツを牽制することを考えたが、外務大臣、アンソニー・イーデンはスペイン内戦でイタリアがイギリスとの約束を破ったことから、イタリア軍がスペインから撤兵するまでイタリアと領海関係に入るべきではないと主張して、イタリア接近に反対した。 結局、イーデンは1938年2月に辞職することになり、その公認の外務大臣にはイタリアへの接近政策に賛成するハリファックス卿が就任することになった。1938年5月のズデーテン問題では、ドイツ政府が武力に訴えないよう威嚇外交を展開しつつ、チェコスロバキア政府にドイツ政府に譲歩するよう迫った。 チェンバレンもハリファックス卿もチェコスロバキアについて、現在の形態では、生存が不可能、自国だけで防衛することができず、それが改善される見込みもないと考えていたので、ドイツ側の主張に一理を認めており、チェコスロバキアは、ドイツと和解するのが賢明と考えていた。またず点併合批判の根拠に使われた民族自結論について、ハリファックス卿は、元インド総督としての立場から、 民族自決の祭壇にこれ以上考慮を増やさない方がいいと考えていた。結局、同年9月に、栄首相、チェンバレン、フッツ外相、ダラディエ、イ首相ムッソリーニらが報読して、ミュンヘン会談が行われ、その結果ずデーテン地方はドイツへ活上されることが決まった。ハリファックス卿は、ミュンヘン協定を、災いの中で最も軽い方として評価した。 だが1939年3月にドイツ軍がチェコスロバキア併合を行うという和政策は失敗だったとの世論が強まりハリファックス協も保守党の分裂を警戒し3月30日の閣議でドイツの侵攻に対するイギリスの態度を明確にせねば首相は保守党内や庶民院の反乱に直面するだろうとチェンバレン首相に助言したチェンバレンも仮に ポーランドの独立を脅威する行動が生じ、したがってポーランド政府が抵抗せざるを得ない状況が発生した場合、英仏両国は全力を挙げて、ポーランド政府を支援するだろうと声明した。同年4月のイタリア軍のアルバニア侵攻に際して、チェンバレンはイタリアとの連携関係を持続させたがっていたが、ハリファックス協はイギリス、フランス、ギリシャ、トルコの四国間で、 相互援助条約を締結して、イギリスが握っている地中海の派遣をイタリアに奪われないようにすべきと提言した。チェンバレンもそうした主張の圧力に屈して4月にポーランドと相互援助条約を締結し、ギリシャやルーマニアにも同じ保証を与えることを決定した。1939年6月から8月にかけてソビエト連邦との交渉にも当たったが、 ソ連外務人民委員モロトフは英仏ソ連系の条件としてバルト諸国で暮らすドイツ人の内部からの侵略をソ連軍が攻撃することについて英仏が無条件で協力することを求めた。これは要するにソ連がバルト諸国に先制侵略するのを認めようという要求に等しくチェンバレンもハリュファックス今日も難色を示した。また、 ソ連国母人民委員ボロシーロフも英仏両国は赤軍陸軍がポーランド国境を越えて作戦する許可をポーランド政府から得なければならない。すなわち赤軍陸空軍がビルの回廊を通過しリトアニアも越えて東プロイセン国境までさらにはガリシアをも越えることを許可しなければならないと巨大な軍事権を要求してきた。しかしポーランド政府から そのような許可を得られるわけがなく、英仏とソ連の交渉は座礁した。これを見たソ連は、英仏との交渉を打ち切り、交渉相手をドイツに切り替え、8月にも東欧諸国の独ソ分割支配を約束し合った、独ソ不可侵条約を締結した。1939年9月1日に、ドイツ軍のポーランド侵攻があり、9月2日の閣議で、ハリファックス教をはじめとする閣僚たちは、 イギリスの立場を明確にする必要があると、チェンバレン首相に迫った。最終的にチェンバレンはドイツに、最後通帳を送ることを決定し、ハリファックスその期限が切れた9月3日午前11時に、イギリスはドイツと交戦状態に突入し、第二次世界大戦が勃発した。チェンバレンは、本格的な戦争に発展するのを嫌がっており、警察、公認には、 外相チャーチルか外相ハリファックス教が考えられたが、チェンバレンは融和政策を共有するハリファックス教を公認の首相に従っていた。しかし、ハリファックス教自身が貴族院議員の自分には庶民院を統制できず、政権運営は難しいと自退したため、徹底抗戦派のウィンストン・チャーチルが首相になった。ハリファックス教はチャーチル内閣にも 外務大臣として留任したが、チャーチルの方針には賛同できず、1940年12月をもって外省を辞職した。1942年10月の太平洋戦争会議。中央に座るフランクリン・ルーズベルトの真後ろに立つ人物がハリファックス今1941年1月から中アメリカ大使に左遷された。しかしイギリスはアメリカの金銭、 物資支援なくしては勝ち目がなかったため中米大使の役割は重大だった。アメリカでのハリファックス教は対独優和外交を主導した保守反動として左翼からの評判が悪く卵を投げつけられたこともあった。また彼の貴族前としたところがアメリカ人の尺に触ったようである。例えばシカゴのスタジアムで野球観戦をしていた際に出されたホットドッグを彼は 食べようとしなかったが、その時の写真が、お高く止まった、貴族外交官、全時代の遺物といった、批判帳で報道されている。しかし彼は、アメリカ国民と直に触れ合おうと在任中、アメリカ各地を旅行したため、やがてアメリカの人気者になった。フランクリン・ルーズベルト大統領とも親密な関係になり、直接電話したり、ホワイトハウスに通用門から入ることを許されていた。 対戦中の英米の連絡役としての役割を果たし、チャーチルからも高く評価された。1945年のサンフランシスコ会議にはイギリス代表で出席した。1944年7月にハリファックス伯爵に異された。1946年5月に大アメリカ大使の職を退任し、1947年から1952年に、 かけては、BBC 顧問会議の議長を務めた。1947年からは、シェフィールド大学学長を務める。短期間の闘病生活の末に1959年12月23日に死去した。1909年に第4代オンズロー伯爵、ウィリアム・オンズローの娘ドロシー・イベリン、アウグスタ・オンズロー嬢と結婚し、彼女との間に、以下の腰を設ける。 ありがとうございます。